疲れ様です。西尾でございます。12月18日大阪でライブしております。もういい感じに埋まっておりますんで、残りわずかでございますけども、もしよかったらお願いします。あと12月25日山梨で、こちらはギターセミナーですけどやってますんで、そちらの方もラスト1名ぐらいですけど、よろしくお願いします。本日のテーマでございますけども、ギターの弦というか、もう弦全般的にめっちゃ値上がりしてないですか？僕ね、なんでそれ思ったかっつったら、ちょっとね、ここ1年ぐらい弦そんな買ってなかったんですよ。ありがたいことになんか生徒さんからなんかこう差し入れっていうかもらったり、あとなんか業者さんからこうくれたりとかで、まあ、それを使ってたから、なんかあんまり買うことがなくて、たまになんかね、バラ弦で買ったりとかしてたんですよね。なんかスタジオとかで切れたらバラ弦で買ってたんですけど、この前たまたまなんかそのちょっとワンセットいる用事があって、用事とかなんかそのあれがあって、買う時に1000円やったんですよ。で、その何が、あとね、何買ったんだかな、ダダリオかアーニーボールか、ちょっとどっちか忘れたんですけど、なんか1000円って言われて、1000円と思って、いや、そこをちょっとでもね、スタジオやったんで、まあ仕方ない、まあ、スタジオはちょっと割高なイメージがあったんで、そんなもんかなと思って、ちょっと調べてみたら、ネットでね、なんかね、アーニーボールがね、安くて800円ぐらいでしたね。セールをやってるとこもね、あるんで、それより下もあるはあるんですけど、いや、まあ仕方ない、もうそんなもん仕方ないんですけど、楽器の値もバンバン上がってるし、ギター弦が1000円って、ちょっと昔は500円ぐらい買ってたんですけど、もう倍っすね、値段が。給料はもう倍になってないのに。安く買う手段は多少あると思うんですけどね、そのパックで買ってちょっと安くするとか、だからセールしてるところで買う、もうガッと買うとか、なんかもうそれぐらいしか対策できないというか。いやー、なんかギターの値段が上がることに対して、俺なんかまあ仕方ないんじゃないですかとか思ってたんですけど、なんか他のものもどんどん上がられたら、いやー、でもなんとかならんかなと思いながら、ピックも上がってんのかな、ピックどうなんですかね、ちょっと調べてこう。いやー、まあそういう物価の上昇、ギター弦上がってちょっとびっくりしてます。びっくりしてなさそうに見えてびっくりします。あとですね、先日ちょっとアップしたあの私の生徒さんの早弾きが上手になったっていう動画なんですけど、すげえ反響がありまして、まああの方自身もね、ほんまに熱心に練習されてますし、あとね、すげえ遠いとこから通ってきてくれてるんですよ。だからやっぱりこう気合の入った方で、3年4年ぐらい前ですかね、見てて、いや、なんか動画にも言ってたんですけど、なんかほんまに早弾きをゼロからやる感じで、まあまあそういう人はいっぱい見たことあるんですけど、まあ女性っていうのもあるし、なんか俺は結構こう筋力でって言ってるから、なんか男の人と女の人の体格の違いとかだから、まあどこまでいけるのかなって思いながら、まあいろいろ練習方法こう言いながら、まあもちろんその合う合わないはあるんでね、生徒さん自身こうなんかやりたくないものは省いていってもらってもいいと思いながらやってたんですけど、でもなんかほんまにここ最近、特にこの前の回ですね、すげえさらに、あ、上手くなってて、なんか俺が言った内容がいいとかっていうよりも、なんか俺が思うに、やっぱ継続してくれたことがなんか一番、継続してくれたことと、あとね、話をなんかまあ聞いてくれたっていうのが大きいんだと思うんですよね。やっぱりちゃんとやればね、結果出るんだなと思って、まあ自分の動画とか見てくれて、よくね、そういう早弾き教えてくださいっていう方来られるんですけど、やっぱりね、続かないんですよね。自分の場合はそのなんか、あの、なんて言うんでしょうね、会員制とかそういうのじゃないんで、こう入会とかそういうのじゃないんで、
来たい時に来ればいいっていうスタンスでレッスンやってるんで、どうしてもその強制力っていうか、まあなんか辞めたい時に辞めれるっていうのがあるんで、それはなんか自分の考えで、なんかいやいややってもそんなもん仕方ないなとかって思ってるし、いやいややってる人を見たくないっていうのがめちゃくちゃあって、なんかこう、それは自分の弱さでもあるんかもしれないですけど、そういうの見たらね、なんかこれってギターの本質から外れてんじゃないのかなと思ってしまうんですよね。なんか上達するっていう方向には向かってるんですけど、なんかこう楽しくてギター始めたのに、なんか強制的に苦しいことをさせられるのって、なんかその人が望んでんのかなって思いながら、しかもお金もらってるわけなんで、なんかそこはちょっと どうしたらいいのかなって、本当になんかめちゃくちゃ上手くなりたいとかって心から願ってる人は、もちろんその方向はできるんですよ。なんか、じゃあもうちょっと大変、しんどいかもしれないですけどやりましょうみたいな。でも、結構軽い気持ちで来られた人に対しては、いやーなんかね、ちょっと難しいなと思って、なんかそこは未だに自分のこう、課題っていうか、だからその人が何を目的としてるのかを、汲み取るっていう、まあでも個人的にはなんかその上手くなる方向に俺はやりたいんで、まあなんかそういう風にちょっとしんどくてもこの先にありますよみたいな風な形でやりたいんですけど、もちろんその案を提示したらそれで行きましょうって言うんですけど、やっぱりやってみたら思いのほか反復が多いとか、そう基本的にね、やっぱね、練習しないと絶対上手くならないんですよ。もうそこは言い切れる。そのレッスン来て、その時間やってるだけじゃまず無理で、じゃあまあその、一週間に一回来てやって、次の一週間に来てやって、上手くなるかって言われたら、いや、俺は無理だと思ってる派で、やっぱり毎日やんないと。もしくはまあ、いや、毎日だと思うな。まあ、週に6回とか、ほぼ毎日。やんないとやっぱ体が忘れるんですよね、その動きっていうか。かなり早弾きの場合はちょっとスポーツに近いところがあるんで、なんかその動作をこう意識せずに動かせられるようになっていかないと新しいものが入ってこないんで、だからそれをねするってなると、やっぱり毎日やってくださいねみたいな、なんか週1回もしくは2週間に1回来てその時だけ弾けばいいみたいな感じではね、ちょっと難しいんで、なんか毎日絶対やれみたいなのが本心なんですけど、でもそれはなんかね、みんなの状況っていうか、まあ学生の人もおれば、まあ学生はいけるであろうけども、なんか社会人の人とかってね、働いて疲れてるんで、なんかそれを毎日強制させて、なんかいやいやするのはなんか俺はまあ、なんとも言えんっていうか、もしかしたらいいかもしれないし、もしかしたら良くないかもしれないし、そこは葛藤しながらやってますね。俺が葛藤してたらそれはダメなんでしょうけど、まあそれぐらい、なんかやっぱ上達するってね、ある程度こうなんか執念じゃないですけど、あれが必要だなって思いながら、まあでもね、そういうのもあれば、なんつったらいいんでしょうね、なんかね、まあ、別に、なんつうんだろうな、まあ無理してやる必要もなんかないんじゃないのかなと思う部分も自分の中ではあって、なんかまあ好きなように人の言ってることも無視して、まあ やんのもいいんじゃないですかなって思ってんのもありますね。俺がそっちのタイプだったんで、俺はなんか人から教えてもらうのがあんまり得意じゃないっていうか、なんか好きにやりたいタイプで、まあそれでここまでなんかこう時間使いまくって来たんですけど、そうやっぱね、自分の好きにやるっていうことは、なんかなんつうんでしょうね、もう膨大な時間がいるっていうか、そこはね、なんかね、軽く捉えてると危ないことになる感じはしますね。あの人の話も聞かずに好き勝手やるって、いやそれは悪いと俺は思ってんです。俺がやってたんで全然いいと思うし、じゃあ行けと思いながら、でもその条件としてはめちゃくちゃ時間突っ込んで、かつ考えまくるで人に会いに行きまくるみたいなことしか俺はないんじゃないのかなと思うんですよね。なんか好き勝手なんか好きな時に弾いてるようでは多分
なかなかたどり着かないっていうか、俺が思うプロの人とかっていうのはめちゃくちゃ時間使ってるし、まあ もちろんプロにね、なるつもりじゃない人もおられるんで、まあそれはちょっと参考になるのかもしれないですけど、考えまくるしかないんですよね。どうやったら良くなるかみたいな。そこがなんかね、思ってる以上にハードルが高かったりするんじゃないのかなと思って、なかなかその人のアドバイスを無視にして、自分だけのやり方で上手くなるっていうのは、ちょっと、いや、可能なんですけど、めっちゃ時間がいるんですよね。若い頃の時間がいるなと思います。俺もやっぱり、例えば今から、誰のアドバイスも聞かずに自分が勝手に情報収集して、やろうとした場合に、いや、可能なんですけど、なんかね、暇な時間が今はあんまないんで、だから俺結構厳しいなと思う。昔はやっぱり、なんかちょっとバイトをして、残りの時間は全部そこに突っ込めるっていう、なんか失敗というか、なんつうんですよね。なんか、寄り道できまくる時間がいっぱいあったんで、なんか自分たちもこう、まあ若いし将来に対してまあ、あまりビジョンが明確でもないんで、まあ焦りもありましたけど、そんなすごい年齢の焦りはなかったんですけど、やっぱ年齢上がるにつれて、なんかこう、どこか何か死が近づいてる感じもなんか、俺あると思うんですよ。だから、あんまり無駄なことはしたくないっていう感じがあって、焦りすぎて、目の前に見える、なんかすぐ結果出そうなものをしか食い飛びつけなくなる気がするんですよね。でもなんか、俺は主にこう、余白の中になんか、その、なんか上達したり、アイデアとかの鍵っていうものがなんか俺はある気はしてて、だからその部分に対して時間を使えないから、誰かの教えを聞いてそれを自分で受け止めて今まで培ってきた知能を使って理解するっていうのがなんか俺はいいような気もしてるんですけど、でも俺はそれができなかったんで、好きにする人に対して俺は何も言えないんですよね。なんかそう、自分もその人の話聞けないやつではあったんで、だからまあ自分だけの情報収集で行く場合に関してはやっぱりもうたっぷり時間を使って考えるっていうのが大事なんでしょうねって思ってます。自分の中ではまあわかんないですけど、それは人それぞれなんで、自分はそうしてきたと思うんで、だからこんな感じの人間になってしまって今日に至りますけど、てな感じですかね。まあなんかギターレッスンね、募集してますんで、もしよかったら動画説明欄から。こんな感じです。